ヒルデスハイムの聖マリア大聖堂と、聖ミカエル聖堂。ヒルデスハイムの聖マリア大聖堂。ヒルデスハイマはドムショートトン。まーヒマルファートと、聖ミカエル聖堂。ショートトン。マイケルズ・ヒルデスハイム。聖ミヒャエル教会ともは、ドイツにリーダーザクセン州ヒルデスハイムにある、世界遺産。聖マリア大聖堂は、初期ロマネスク様式で1010 10年から1020年に、かけて建設された。 二つの工人を伴う対象型となっており、これは小作戦時代のオットーロマネスク様式の特徴である。11世紀から14世紀にかけて拡張されたが、1945年の空襲で完全に破壊された。戦後、1950年から1960年の間に再建されたが、優美な内装は失われたままである。 大聖堂はその多くの収蔵品で有名である。多くは11世紀から18世紀のものであるが、特に11世紀、12世紀頃の工芸品が豊富で、この時期の工芸品のコレクションとしても、ヨーロッパ随一である評価されている。数多くの金銀製品、宝飾品があり、11世紀から12世紀にかけて、この聖マリア大聖堂が、北、ドイツにおける重要な宗教施設であったことが、 伺える。主なものを挙げる。大聖堂には中庭があり、1321年に建造されたゴシック様式のアンネのチャペルがある。大聖堂の後陣の中庭側の壁には樹齢千年のバラが茂っている。このバラはヒルデスハイムの繁栄を象徴していると信じられており、伝説によるとこのバラが繁茂する限りヒルデスハイムは境するという。1945年に、 この大聖堂が爆撃された時もバラの根は残り、現在も毎年花を咲かせている。大聖堂は現地ではドイツ語で単にドームと呼ばれている。英語などで言うカテドラルと言ってもほとんど理解されない。16世紀前半の宗教改革後、ヒルデスハイム及び近郊の人々の多くはプロテスタント、ルーテル教会となったが、この聖マリア大聖堂は 今でもカトリック教会のヒルデスハイム教区の主教座聖堂である。聖ミカエル聖堂はヒルデスハイム中央駅から歩いて15分くらいの小高い丘の上に建っている。この教会はベネディクト派の聖堂としてヒルデスハイムの主教ベルンバルト993-1022により1010 10年から1020年にかけて建設された。ベルンバルト主教は大天使、ミカエル。 死亡者を天国へ運ぶしのキリスト教の天使に深く、傾倒していたので、この聖堂に大天使、ミカエルの名を付けた。ベルンバルト司教は1022年に亡くなったため、教会の建設は途中で頓挫したが、11年後、ベルンバルトの後継者号でハルトがこの教会を、完成させた。ベルンバルト司教の意外はこの教会の地下に、埋葬されている。 宗教改革ではヒルデスハイムは、プロテスタント側についたため、イミカエル制度もプロテスタント、ルーテル教会となった。しかし修道士とカトリック教会は、ベネディクト派の修道院は、それが世俗化する1803年まで、イミカエル制度の地下制度を使用した。そのため、地下制度は今日まで、カトリック教会の所有となっている。聖ミカエル制度は、 第二次世界大戦の間に空襲で爆撃された。しかし、1950年から再建が開始され、1957年に完了する。1985年、ヒルデスハイムは、この聖ミカエル聖堂と大聖堂を、樹齢千年のバラ抜きとともに、ユネスコ世界遺産に登録された。なお、ミカエルはドイツ語の発音では、ミヒャエル、英語では、マイケルとなる。 セイミカイル聖堂は、総キロマネスク様式の重要な境界のうちの一つである。二つの袖ロを伴った二つのクワイヤを持つバシリカ聖堂がある。四つの角にはそれぞれ先頭が立っている。西のクワイヤは、カエグルワとクリプトによって重要な機能を担っている。建物全体の設計は、幾何学的な概念に基づいている。建物全体は、正方形であり、 回路、聖堂、クワイア、戦闘の高さや寸法は、それぞれ1、2の比率になるように設計されている。また、死境ベルンバルトは、本堂の柱を、ニーダーサシュシャースタツェンウェッチゼルスタイルで飾った。四角い柱と丸いアーチが、交互に現れる。壁には、通風と最高を兼ねた、アーチウィンドウがある。教会本堂の天井には13世紀に書かれた、 天井画が残されている。クワイアと回廊に描かれた、この天井画は、セミカエル聖堂で最も重要な見どころであり、イエス・キリストの系統樹が表されている。ドイツでは、国立美術館クラスでも14世紀より古い絵画は、滅多に所有されておらず、この時代のこのような巨大な絵画は、例外的で、世界遺産登録の理由の一つとなった。第二次世界大戦中は、 この天井画の書かれた天井版は外され、安全な場所に保管されていた。建物自体は爆撃を受けており、天井画以外の装飾品はほとんど失われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。